愛子さまが成年を迎えられたということで、初めて会見に臨まれましたね。通常は誕生日前に開かれるのが通例のようですが、大学の授業に影響がないようにこの日になったようですね。まあそれもありますが、眞子さんが結婚してその直後の秋篠宮様の誕生日会見のすぐ後というのもあるでしょうね。まあ邪魔がない方がいいからというのもあるけども、なぜか筑布の準備会が重なるという宮内庁のスケジュール管理の悪意を感じますよね。ちなみに成年皇族の会見は一番最近でも佳子さまだから2014年に行われました。そこで自分の長所と短所についてどのように考えているか質問がありました。そこで自分の性格について、長所は自分では思いつかないということで、短所については父の秋篠様に似て導火線が短いところがあって、家の中では些細なことで口論になってしまうと答えています。お姉さんの眞子さんとは仲がいいみたいで、一緒の部屋でよく過ごしたようです。弟の悠仁様に関しては一緒に遊んだり喧嘩をしたりもしたようですが、年が離れているから折り紙をしたり本を読んだりとかして過ごす時間もあったようです。ちなみに秋篠様と口論になるけども、的を得た指摘もしてくれることが多いということですが、具体的にこちらで紹介いただけるようなエピソードがあればと質問がありました。そしたらこれといって具体的な例はございませんと間抜けな返答をしていたようですね。ちなみに結婚については、将来はしたいと思っているけども現在は考えておりませんということで、一緒にいて落ち着ける男性がいいという答え方をしていました。ただ国際基督教大学を卒業するときには、結婚についてこのような事柄に関する質問には今後も含めてお答えするつもりはございませんと事前に質問があったのに、こういう答え方をしたんですね。天皇陛下は登山に例えて7合目といったところでしょうかと、ユーモアあふれる答え方でうまく返したりとかしていましたが、佳子さまは完全にここからはプライバシーということで線引きされたようですね。ちなみに昔は何でも情報がダダ漏れで、長者番付とかでも有名人の年収とか住所とかも公開されていた時代があったんですよね。今から思うとびっくりですが、皇室の情報もダダ漏れだったんです。美智子様が結婚した時も身長が161センチで、体重54キロで、中肉中背、スポーツ好きで健康そのものと書かれていました。しかもバスト80、ウエスト58、ヒップ 51.25 とまで具体的に報道されていました。どうやってそんな細かく測ったんでしょうね。さすがにここまで来るとプライバシーがなさすぎますね。そして雅子様の時にも誤解人を匂わす記事で、マタニティ風スーツとかそういった記事も結構あったようです。しかもお守りするはずの東宮寺が雅子様の体調を説明する時に生理などという発言もあったようです。ちなみに眞子さんの成年皇族の会見でも、秋篠様について昔はよく起こるとして、本当にもうそれしか言いようがないのですけれど、でも最近は滅多なことではすぐに起こらなくなったと思っておりますと答えています。お二人が導火線が短いと答えるぐらいだから、相当怒りっぽい性格なんでしょうね。まあ愛子様とは正反対の教えを受けてきたんでしょうね。天皇皇后両陛下はそういう教育はしてこなかったでしょうからね。それにしても愛子様の成年皇族の記者会見は素晴らしかったですね。まず昨夜の地震について触れられていましたね。あの会見を聞いて、まず眞子さんや佳子様や悠仁様ではああいった受け答えはできないなと感じました。実際に悠仁様は中学校生活について答えるだけで、アドリブで昨夜の地震についてのお悔やみは答えられませんでしたからね。やはり国民に寄り添っているということが伝わってきました。しかも愛子様は質問に対してものすごく長い受け答えで、具体的な話も出てきたりとか、すごく敬愛できる会見でしたね。短所としてはマイペースなところということで、まあなんか愛子様らしくて可愛らしいですね。悠仁様と愛子様が同じ日に記者から受け答えをするということで、ある意味愛子様が悠仁様を公開処刑した感じになりましたね。紀子様としては嫌味で同じ日にしたんでしょうが、ブーメランで跳ね返ってきましたね。まさに完璧な会見でした。ちょっと緊張しているところは伝わってきましたが、立派な会見でした。長所のどこでも寝られるところというのはちょっと爆笑してしまいましたね。ちょっと意外な長所ですね。長所と短所が同じエピソードからわかるというユーモアあふれる答え方でしたね。喋っているのを聞いているだけで賢さが伝わってきます。あれだけ長文の答えを全部暗記しているのか、メモを見ずに全部長文で答えていたのはもう完璧としか言いようがないですね。台本見ずにあれだけ答えられたらすごいとしか言いようがないです。しかも今日震災の影響もあって、アドリブでお悔やみの気持ちとかも含めての会見だから、愛子様の素晴らしさが改めて伝わってきた会見になりましたね。この間ラジオで面白い話を聞いたんですが、パーソナライズ教育ということで、例えば子供がゲームをやめないときに、普通は親目線で怒ってやめなさいと言いますよね。それが間違いで、親目線ではなく子供目線で教育するということなんですが、どうするかというと、1週間でゲームができる時間が決められていて、1日でまとめてゲーム時間を使い切ることもできます。また逆に全くゲームをせずに、そのゲームをする件をお金に換金することもできるようです。
それでゲームをせずに他の時間に当てるかは子供が決めれるようです。また逆に読書とかをするとお小遣いがもらえるとか、自主的に勉強する子供になるような教育方法があるようですね。それを聞いて雅子様とかは自分から勉強したい子供になるように育てられたんだなと感じました。まあ愛子様も同じように勉強することが楽しいことと自然に親から教わったのかもしれませんね。悠仁様に関しては優秀な設定になってはいるけども、具体的な話は全くないですよね。でも愛子様は具体的に優秀な話がどんどん出てきますよね。まあ美智子様や紀子様とかは嫉妬しているのかもしれませんね。この間成人のお礼に愛子様が上皇ご夫妻に会いに行った時も待たされていましたよね。45分ぐらい待たされて、出てきたらおめでとうだけ言ってすぐ引っ込みましたよね。まあ一番可愛がっていた眞子さんがあれですからね。逆に可愛がられなくてよかったのかもしれません。宮内庁は眞子さんの結婚の時には誹謗中傷とか守ろうとするくせに、愛子様は全然守ろうとしませんからね。北海道の表現の不自由展でも愛子様の写真が燃やされる事件があったけども、記者クラブの人間も宮内庁もだんまりですよね。天皇家を守る気がないなら解体してほしいですね。ただ愛子様は成年皇族になられてまだ学生だから公務はあまりできないかもしれませんが、これからどんどん活躍してもらいたいですね。ちなみに上皇ご夫妻は以前に雅子様と天皇陛下がオランダに招待された時に、私たちは私的に海外訪問したことはないと異例の会見をしましたよね。よっぽど雅子様が海外に行かれることに嫉妬してるんでしょうね。美智子様は実際に私的旅行をしてるし、なんだったら悠仁様もブータンに私的旅行を行ってるけども、これについては何も文句を言っていませんよね。しかもこれこそ怒らなければいけなくて、相手国のブータンにはアポなしで外務省も知らされてなかったから、ダブルブッキングでものすごく迷惑をかけたんですよね。これこそ秋島ご夫妻と悠仁様に怒ってもらいたいですけどね。天皇皇后両陛下が当時紀子様が男児を出産された時で、オランダ王室が見かねてから招待されたんですよね。共演の儀でオランダ国王が天皇皇后両陛下に挨拶をした時は、何とも言えない笑顔で挨拶をしていましたよね。いろいろと美智子様から嫌がらせをされていることとか全部知った上で、あの何とも言えない笑顔をされたんでしょうね。あの笑顔ができるだけで国王としてふさわしいと言える笑顔でした。日本のトップの俳優にあの笑顔を作れと言ってもできないような笑顔でしたね。ちなみにイギリス王室から天皇皇后両陛下が招待された時も、美智子様が横取りしていきましたよね。エリザベス女王がオックスフォード時代に留学されていた天皇陛下との交流で再会を楽しみにしていたのに、来ないから欠席をされましたよね。美智子様にお前に用はないということだったんでしょう。呼ばれてないくせに行くくせに、招待されているのに私的に海外訪問と、今からでも謝罪してもらいたいものですね。昔はネットの時代じゃなかったからメディアを操作できたかもしれませんが、今は過去のことも含めて情報が出てきますからね。そういう意味ではこれからは愛子様の時代になりそうですね。昔みたいに隠しきれなくなってきてるから、悠仁様の定型校進学制度にしても、作文盗作にしても、ズルが全部バレています。聴覚障害なのか知的障害なのか何なのかは分かりませんが、バレるのも時間の問題ではないでしょうか。少なくとも海外からは将来のイカ様天皇と言われているんです。日本の象徴として悠仁様はふさわしくないと思います。あなたは次の天皇陛下は誰がふさわしいと思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。